ついにコンウォールのティンタゲルに着きました。いやー、長かったっすね。かなりウェストンベリーから結局もう丸一日ですかね。丸一日かけて今日は移動日で移動してきましたね。一番長かったのはエクスターからここまで、まあ約4時間、トータル4時間ぐらいかかってますね。路線バスで、やってきました。サマーホリデーを満喫する人たちで溢れてます。まあね、完全にこの私が来る週は毎日雨という予報でしたけど、このご覧の通りです。まあ明日も雨予報なんで、晴れてるうちに海岸線を見に行きたいと思います。ジェルですかね、ティンタジェル城の全貌がこんな感じですね。まあすごい。これはチケットないんですけどね、もう時間外だと思うんで今は、どこまで入れるのかわからないんですけども、晴れているうちに見れるところを見ておきたいなと思います。こちら側はもうチケットが必要なエリアっぽいですね。でももう犬の散歩で入っている人もいますね。ちょっと便乗してついていきたいと思います。やばいっすね、コンウォール。ちょっと想像を超えていいかもしれない。断崖絶壁と海っていうのは、まあセブンシスターズとか、まあ、ブライトンとか、まあ、そっち方面でも見てましたし、北アイルランドとかでも見てましたから、ジャイアンツコーズウェイなど、まあなんでね、もう大体同じかなと思ってましたけど、全然違う。もう帰ってますね。閉館してから多分もう3時間が経過している、7時なんですけど、今はちょっと散歩のおじさんおばさんとくっついていきながら、行けるとこまで無理なく行こうと思います。ちゃんとゲートが閉まってますね。チケットを買ってあのゲートを通って、そしてティンタゲル城に、行くということですね。いや、しかしこれはすごい、まあ、城以前に、まあ、城もすごいんでしょうけど、この景色、
とスケールがすごい。コーンウォール舐めてましたね。美しいです。これこそ極上の時間です。